ゴルフ場で働き始めて1週間が経過、メンタルがギリギリの状態で初日出勤することに成功し、しかもフルタイム勤務8時間も働き、自分に自信を植え付けることに成功した。仕事の続かなさでは病的レベルの私マーシーだけど、入社して1週間続けることができたのは奇跡と言っても過言ではない。1週間続けることができた要因は、人間関係がいいこと、口うるさいおつぼねババアがいないので、ストレスとメンタルの疲労が最小限に食い止めることが可能となっている。1週間乗り越えたからといってここで満足する気は全くない。ここから2週間、3週間、1ヶ月と伸ばし、未完の大器の才能を開花させる時が一歩ずつ近づいている気がする。寝るかな。暑い、蒸し暑い。あー、うまい。
まあまあいいんじゃないの。ああ、最高。